ガイアジャパン、ガイアジャパン、ガイアジャパンは日本の女子プロレス団体。クラッシュギャルズで一世を風靡した長与千草さが設立。小的要素のないアスリート志向が強くた団体が推進していたアイドル路線はしかず特に女性ファンの支持の強い団体だった。解散時の運営はガイア。現在は芸能事務所のスポーツプロモーション部。ガイアが解散しているが現在も データベースと試合結果など記載された公式サイトが運営されている。1995年4月15日、高楽園ホールで旗揚げ戦を開催。代表に、杉山由加、東括に、木村はじめろう。後に、代表が就任して、選手代表の長与千草とのトロイカ体制で発信。旗揚げ当時は、長与、カオル、元全日本女子、プロレス、ボンバー校。 元ジャパン女子プロレスの3人しか選手経験がなく他は約1年かけて育てた新人選手しかいなかった。しかし新人選手しかいないという状況を逆手に取り量での合宿で徹底的にプロレスを教え込んだ上でデビューさせて新人選手らしからぬ試合展開に脅威の新人と呼ばれた。ただしそのためにそれ以降の新人選手の印象が一部を 覗き薄くなってしまったという弊害も作ってしまった。当時、女子プロレス工業は各女子プロレス団体年間100大会以上だったが、ガヤは試合数を5大会程度に絞り地方も含め全てプロモータに裏らず自主工業で賄った。1996年、長世の元月き人だった北斗省が電撃入団して業界を驚かせた。百九十七年、 全日本女子から山田敏夫も遺跡。1998年、クラッシュギャルズの名優のライオネスアスカがフリーとして参戦。1999年、アスカ対長与のクラッシュ対決が10年ぶりに実現。2000年5月14日、旗揚げ5周年記念大会で、新生クラッシュギャルズ、正式名は、クラッシュ2000がスタート。2001年12月、 育成の段階から長代とアスカの二人でプロジェクトを実行したクラッシュジュニアが指導。第一号として桜井彩がデビュー。結局この企画は桜井が半年で対団したため頓挫。他にもうやむやな形で消滅した第二回。プレミアムリーグ戦や男子選手を一から育成すると歌いながらカナダのインディー団体から選手を出れてきたことがバレて一回記事で終わった。 ガイアボーイズなど短命に終わった企画はいくつか存在する。2002年2月3日、運営主体が事業再編によりガイア株式会社に変更。4月に北斗が引退を表明。1月にアルシオンを脱退した浜田文子がフリーとして参戦。7月7日に全日本女子を退団した豊田学美がフリーとして参戦を表明。 当時両団体は対立関係にあり2日後の全日本女子の興行でリングアナウンサーの今井義春は、豊田選手はマスターズリーグ減ったみたいですと皮肉った。その後、元 JWP 女子プロレスの輝き悠々、カルロス・アマノが入団。2003年ヒールに転校したカオルとフリーの尾崎真由美が女性観客に暴行を振るう事件が発生して、この事件は、 東京スポーツの一面を飾ってしまった。9月、専門学校東京スクールオブビジネスと共同で、企画した史上初のバスケットボールマッチを、同行敷地内の e d i t パークで開催。試合は8から5で、広田桜、現、旧姓、広田桜長与千草組が、ライオネスアスカー山田俊夫組に勝利。2004年10月、 来年4月に解散することを表明。11月に、林ひとみ。12月に、山田が引退。2005年4月3日、横浜文化体育館で、アスカが引退。クラッシュ2000オフイン。4月10日、後楽園、ホール大会を最後に解散。同工業をもって、長代と広田、後に復帰。新人の水村彩奈、現、水波量、後に、 仙台ガールズプロレスリングで再デビューが引退。最後まで黒字経営だったにもかかわらず解散となった。週刊プロレスに掲載された記事によると、きっかけは2003年12月に長与千草が翌年末あたりに引退する意向を示したことで一期生以降にデビューした選手とフロントの間で長与の引退後の運営方針が話し合われた。 その場で複数の選手が2005年4月10日に開催する旗揚げ10周年記念大会をめどに対談とフリー、活動以降の意思を表明。長与が引退する上に何人かの選手の対談、シュガー、佐藤の結婚、加藤園子の長期欠場、林ひとみの引退が加わりフリー、他団体の選手が出場選手の大半を占めるようになってまでガヤを、 名乗る意はないとの結論に達して2004年4月30日の国立代々木競技場の工業を開催した後にミーティングで選手とフロントが2005年4月10日の旗揚げ10周年記念大会での解散に合意。広田桜以降、生え抜き選手が全く育たず、ガヤでデビューした選手で現役として活動しているのは育成の里村明子、長島近代、加藤そのこと後に、 現役復帰した広田、仙台ガールズプロレスリングで再デビューした水波量の5人のみである参戦選手の半分近くをフリーに依存していたために条件面で折り合いがつかなかったことが原因であると言われていい。長代はもし私が役員に名を連ねていたら解散はなかったんじゃないかなと語っている。ウはオール、アジアアスリートウィメンズ、オール、アジアアスリートウマンズの略。 1996年11月に行ったシンガポール遠征の際に現地の日本人会よりチャンピオンベルトを寄贈されて創設。長代千草さが曰くかねてから自身の理想の中にあったというお客さん認定のベルト、週刊プロレスに掲載された長代のコメント。旗上げ1年目に長代が本当は私たちの若手時代のように若手を 地方の小さい会場とかで試合経験を積ませたいんだけど、と、週刊プロレスのインタビューで悩みを語ったところ、その記事を読んだザグレートサスケが、だったら、うち、道のくプロレスに来ればいいとコメントして、それを受けて、若手、1シリーズごとに、交代が道のくプロレスに参戦して、修行を積んだ。その修行を経験した一人である、里村明子は、ガエアジャパンの解散後に、 道の区プロレスの支援を受けて仙台ガールズプロレスリングを設立。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。